はじめくり奈良という店を進行中です。はい、お疲れ様です。はい、今日もですね、新興産業ではね、今まで起こった、事故やトラブルをどうしたら防げるかっていうね、事故対策ワークっていうのをやってるんですけれども、今回もね、その中の一つをね、ご紹介していこうかなと思います。はいはい、今回紹介するこれもね、まあ、もちろんこれ実話なことなんですけれども、はいはい、まあ、残念なことにね、はい、事件は大都会岡山で起きました。この時はね、重機改装、改良機の改装でね、まあ、バックでね、ずーっと誘導してもらって、バックしてたんですけれども、はい、誘導員の方もね、オーライオーライってね、誘導してくれてました。はい、マシンの搬入をね、この時してたと思います。はい、まあ、この時ちょうどね、渋滞にはまって、やっぱ現場に到着したんで、ちょっと予定時間よりちょっと遅くなってたんですよね。はい、でね、まあ、運転手の方も、遅くなったなーって、その焦りがちょっとあったりします。で現場の人もね、おらえおらえってちょっと苛立った感じでね、やってました。で、運転手は、まあ、早く降ろして、次の現場に向かわないとっていうことでね、ちょっと焦りがあったんですね。ずっと現場がありますから、仕事ですから。そうです、そうです。はい。まあ、現場到着しました。降りて、はい、すぐ降ろしまーすって感じでね。で、まあ、現場の人も、頼むよ、ただでさえ遅れてるんだから、いうような感じですね。はい。で、まあ、通常通りね、まあ、セルフを上げてね、上げて太陽機を下ろそうと、まあ、順調にねセルフして行っていたかと思った、はい、その時だったんですね。はい、ガン音が鳴っちゃったんですよね。なんかヒヤッとする雰囲気が、あーってな、もうその音聞いただけでね、あ、なんかやってしまったっていう思っちゃう。セルフアップっていうかね、ジャッキアップするときにキャビンがずっと上がってくるんですよね。キャビンがずっと上がって後ろがね地面につく感じになるんですけど、その時にトラックのミラーがね、左側のミラーが家の軒にねちょっと当たってしまったんですよね。で、まあ、セルフしたミラーと民家の軒がぶつかって、破損させてしまったということが起こってしまいました。こうね、この絵だとね爆発した感じになってるんです。実際はね、ちょっと当たって、金具が外れたぐらいだったかと。ただね、まあ当たったことには、ね、変わりないと。しまいますと、まあすぐね、会社に報告します。はい。事故の報告ですと。現場の人もね、ちょっと半分呆れた感じ。はい、まあ派手にやっちゃったね、こりゃ。てか、まあ早く下ろしてほしいんだけど、こっちは。事故されるとね。そうなんですよ。事故されると止まっちゃいますからね、現場。どんどん遅れていくと。まあ、こうして民家に謝罪と賠償、もちろんね車も修理という形になってます。いいことないですね。いいことないですね。では今回ね、まあ、このようにねセルフして、民家の軒とミラーが衝突、どうすればこの事故防げたでしょうか。ここからがね事故対策。はい、同じ事故を起こさないために私たちは徹底します。事故対策。原因1、上空を確認せず慌ててセルフしてしまったと。私たちは徹底します。セルフをする前に必ず上空を指差し確認、ね、はい、この上空確認なんですけど、はい、結構ね上見た時に線、架空線とかね電線とかそういうのはよく見るんですけれども、はい、架空っていうのがやっぱ出てしまうんで、やっぱり、ね、ちょっと離れた位置から電線以外もね他にね障害になるようなものがないかっていうのをね必ず確認しておいてください。続いて原因2として、ミラーを格納していなかった。まあ、これもね今回の原因の一つにも引き金になった一つになるかなと思いますが、はい、私たちは徹底します。停車時のミラーっていう、やっぱり、ね、どの動画でも最初ねミラー格納っていう、ね、ワードが入っていると思うんで、癖をつけるように、ね、それはもうルーティンの一つとしてね、やるようにしてください。続いて、まあ、原因の3つ目です。時間に遅れて慌てて作業を、人間やっぱ焦るとね、なんかいつもしてることでも飛ばしてしまったりすることがあるんですよね。私たちは徹底します。遅れそうな場合は、まあ、次のお客様に連絡を入れてですね、気持ちに余裕を持って運行し、焦らず作業してください。まあ、前もって連絡を入れることでお客さんも安心しますし、こっちもねちょっと落ち着いて、作業ができると、うん、やっぱりね事故をしてしまうと一流ドライバーでも二流だなって思われますのでね、連絡を取ってで安全運転安全作業いうのが一流ドライバーの証です。はい、ということで、今回は、まあ、慌てて作業ね運転作業したことでトラブルを起こしてしまったというね例を
紹介してきました。まあ、このようにね、事故、それに対する対策、こういったことをね紹介することで安全を意識していけたらいいかなと思っております。今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。新興産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。